こんにちは、かおりです。今日は今から主人のお友達家族と一緒に夜ご飯を食べに行きたいと思います。何を食べるかっていうと、チーズバクテーを食べに行きたいと思います。一般的な普通のバクテーってスープがあってね、中国の漢方の風味をすごく感じられる料理なんですけど、チーズバクテーっていうのはスープがなくって、そんなにね漢方の風味もあんまり強くない料理なんですよ。では行ってみましょう。お店の中の雑音やその他諸々の事情で、今回はアフレコでの音声でお送りします。ごめんなさい。見ていただくとお分かりの通り、どのメニューもものすごくお手頃な値段です。なぜかというと、このレストランの周りに大学があるからなんです。なので学生さんでも手軽に食事ができるような価格帯になっています。飲み物もいろんな種類があります。このチンチャウというのはチャイニーズハーブスから作られたゼリーのことです。画像の中に添付してみました。この黒いコーヒーゼリーみたいなのがそのチンチャウというものです。こちらのメニューは3リンギット90セントから、日本円で約105円ぐらいです。こちらが本日お目当てのチーズバクテーです。見ての通りチーズがたくさん乗ってます。こんな風にモッツァレラチーズがビヨーンと伸びるので、インスタ映えもバッチシです。一般的なバクテーは骨付きの豚肉がぶつ切りになってゴロゴロ入っているんですけど、このチーズバクテーは骨なしのお肉が入っています。私はお肉のプリッとした脂身がすごく苦手で食べることができないのですが、チーズバクテーには程よいバランスで脂身のついているお肉とそうでないお肉が入っています。脂身の食感や脂っこさも全然気にならず、美味しく食べることができました。このチーズバクテーは中国の漢方の風味が全くないです。甘辛い少し濃いめのソースにチーズのコクが混ざって、白米との相性が抜群です。中に入っている少しクタッとしたオクラの食感がアクセントになっていて、お肉やチーズと絡めて食べるととっても美味しいですよ。食べ始めだけでなく最後までチーズを感じられる料理なので、チーズ好きの方にはたまらないと思います。ちなみにこちらのチーズバクテー辛いです。激辛ではありませんが辛いので、小さい子供は食べることができません。ですがボロネーゼやクリームパスタもあり、安い分量は通常のものよりも半分ほどです。子供が注文して食べるにはとても十分だと思います。また大人数で来て少しずつシェアするのにもちょうどいいかもしれませんね。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。周りが大学っていうこともあって、全部のメニューがすごくお手頃な値段で食べれます。いろいろね、小さいものを注文してみんなでシェアするのもいいかなと思います。お店の中が雑音がすごく大きかったので、今日はアフレコで編集をしたんですが、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。気になった方はぜひこのレストラン行ってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。